あ、そのアシスト、はい、アシスト見ちゃう？アシスト見ちゃう。アシストは先週やろうと思って、あの説明だけして、説明だけして終わった、うんうん、戦闘中に丸い玉が溜まっていく、あーはいはい、あれか、あれを使って最後の一撃を、うん、足りなかった時に誰かが手伝ってくれるよって言った時に発動する技をアシストに入れることができる。はいはいはい、なるほど。じゃあなんか強いやつの方がいいよね。消費、じゃあこれ、そうね、うん、かな、これでいいのかな。あ、まあいいと思いますよ。でオートガードサポートで、サポートスキルっていうのは、ポイント SP を、消費して、うんうん、勝手に、うん、発動するなんかパッシブスキルみたいな、はいはいはい、勝手に発動するやつ、やつです。わかりました、はい、できた、できた。もう特に何も変えてないと、うん、でメディックはちょっと特殊タイプなので、はい、シンプルが選べないです。おー、そうなんだ、うん、テクニカルのアシッドスローヒールポーションしかない。あ、そっか。ただ丸ボタンをヒールポーションにして三角をアシッドスローに変えるとかはできます、うんうんうん、じゃあこのままでいいですね、はい、サポートも今のとこなさい、持ってないから、うん、あ、これはで、これは、ランサーなんで選べると。でも今のとこスキルとか特に覚えてるわけじゃないですもんね、はい、あ、これもだ。魔法タイプはみんなこういう感じになるのかな、うん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 、つまり電撃的なものがないってことですね。そうだね。で、魔法遠隔タイプ、サポートタイプは、うん、全部テクニカルになって、うん、で近接が、シンプルとテクニカル選べると、うんうん、で実際にじゃあどういう動きをするのか見てみないとコンボも組めないよっていう人が、うん、確かにいると思うので、うん、その人のためにトレーニングっていうのがあるので、ちょっとランサー選んでもらってですね、スキルでいい？はい、スキルでランサー選んでもらって、そこでですね、四角ボタンを押してください。で、タップ。おお、今日初めてキャラクターを動かす。で、ここで自分の好きなように練習することができます。なるほどね。これシンプルモードだから今1、2、3、1みたいな感じになったんですね。そうですね、そうですね。で、元にフラッシュに戻る。あ、で、うん、ガードするんだ最後ちゃんと。でオートガードがついてるんで、うんうん、でこいつは最後行動終わった後にガードしますね。面白い。あ、これ遠くに行ったらダメだな。例えば今ここでターン終了して、うん、これ終わってターン終了で、もう一回終わって終わって罰罰、はい、あ、間違えた、三角ガード、はい、はい、で、ああ、特に何もなんなかった、あ、はい、大丈夫です。ポヨンポヨンしてる。待って待って、なんか今出てた。ジャストキャンセル、何それ。これはですね、ヒット判定が、うん、なんかすげえいいタイミングで当たったりするとボーナスがもらえるみたいです。もう任せてたよこれ。ふう、あ、もう完全に出る。うまいよ。ただ連打してるだけだと出なかったです。出なかったです。そうそうそう、これ今連打してる状態、うん、でタイミングよく押すと、へい、へい、おー楽しい。こういうねちょっとしたのね好きっていうことですね、はい。じゃあ他の、子たちも見てみましょう。はい、あと触ってないのはアルケミストかな。メディックとファイターは先週のプレイで一応登場したんでね。そうですね。おー、最初からフロストスペルとガードゾーンを持ってるのか。フロストスペルは、魔法なんで、範囲内にこういう風にバーが出てきて選んで魔法を打つと。はい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 、ちょっと練習したいな。よいしょ。あ、そっかそっか、ちょっと離れて、これかな。お、結構離れなかったですね。あ、いけーい。あ、そっか、手前の方がいいんだ。そうで、当たった時にノックバックする方向とかもあるので、うんうんうん、手前にノックバックさせるのか、奥にノックバックさせるのかとか選んで、例えば今その位置だともう連打。ここ連打ですね。そう、なるほどなるほど。一番手前のギリギリだったら連打。そんな感じだね。おー、
で、このアルケミストだけじゃなくて、うん、魔術師系、特にアルケミストはそうか、はい、時々範囲、一定範囲に影響を及ぼす、うん、ゾーンを作ることができる、ね、アビリティを持ってる人がいて、はい、体力の何パーセントかを消費して、何かを付与するということができます。でこの子の場合はガードゾーンというのが使えて、うん、体力を 20% 消費するとガードゾーンの中にいるユニットが全部防御力 30% 上がるというのが使えます。あ、これはちょっとさっきの打っちゃったんです。ちょっと待ってくださいね。三角、どこに発動したんだろう。で今この、今もう一回三角押してみて。はい、あのね、よーく見るとよく見るてかもう分かんないと思うんだけど、うん、一応範囲が緑色になってるんです。どこ？床が緑で淡く緑色に点滅してるんです。一回キャンセルしてもらっていい？ほら、はい、今白いでしょ、今緑でしょ、淡く緑色に、これ分かりづらいんで修正してください。結構広い？広いです、めっちゃ広い。敵も入ってくる。え、これめっちゃ敵入るじゃん。敵も入ってくる。あー分かった、どこか。ちょっとね、じゃこの2体を、あーうん、淡く光ってる。はい、そうです、それです、それです。これでも結構ゾーン広いから敵入っちゃいますよね。敵入ります。うん、難しいな、使いどころが。なので、まあ、使いどころが難しいものではある。うんうんうん、わかりました。はい、そんな感じですね。おいしそう。はい、トレーニング終了。うぶ、あとはまあやったことありますもんね。そうね、そうね、かわいい。そうね、うん、あ、なんか今ランサー使ったけどすでに声に違和感なかったですね。ランサー問題なかったね。うん、問題なかった、うん、なんか勝ったりしたら、あ、今日1回もワーなかったね。確かに1回ワーしたかったね。1回ワーしたかったですね。だっていけないんだもん。あー、これリーダー変えられるのかな。あ、そうです、そうです。まあ一応リーダーは国士無双っぽいじゃん。これでどうよ。前線に出しちゃっていいですか、リーダーが。え、もしぶっ殺されると全員士気低下しますよ。そうか、そういうのがあったね。はい、じゃあ一番死ななそうな、一番防御高かったの誰だっけな。防御高かったというか、まあ、多分前線に出ない、ね、ってなると、まあメリックちゃん、うん、メリックリーダーはあり、はい、あとはメリックは自身を回復するテクニックもあるので、うんうん、メリックリーダーは悪くないと思います。そうですね、後衛がリーダーの方が絶対いいですね、これね。前線にいるやつがリーダーだとそいつまず最初にぶっ殺されて、で士気が低下したところであとはもうじわじわとダブられるだけなんでっていう。じゃあメリックちゃんで、かわいいし、うん、ですね。わあ、女の子1人になっちゃった。予定では女の子2人だったのに。女の子2人いるじゃないですか。ええいますよね、女の子2人。えこいつのことですか。そうですね。はあ、留意層じゃん、姉子が。まあ、よく見れば髪の毛長いから女の子に見えなくもなくもないかなとは思うけど、はい、今日はいけなかったが、まあ思ったより拠点、メニューで、ちょっと傭兵団を作るのは、まあ、拠点メニューっていうかあれだよね、キャラクターキャラクターメイク ね、うん、時間かかりましたね。いやでも本当にキャラクターメイクはみんなも時間かかるって。まあいいと思いますよ、この。そう、うん、来週じゃあクエストいきましょう。はい、来週はね、うん、もうサクサク進んでいきましょう。はい、まあサクサク進む必要は別にないですね。いいですか。いいです、いいです。あ、いいみたい。逆にやりすぎると困っちゃうぐらいなんで。あ、そう。はい、まあこの今日はちょっとチームを作ってみよう編ということで、はい、チュートリアル一番最初ざっくりチュートリアルがあって2回目の放送で自分の傭兵団を作ってみましょう、うん、で3回目の放送でじゃあちょっと実際に実戦に出てみましょうっていう感じで、うんうん、番組やっている構成ちょっと変更していこうかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。バツボタンで中断してください。中断、はい、保存し、大事ね、保存ね。はい、でセーブしてタイトルに戻ると。最近のゲームはちゃんとセーブしてくれるからいいですよね。はい、しちゃったりしないもんね。ということで、はい、以上本日のグランキングダム、なんと、うん、戦闘なし。わー、わー、戦闘なしわーですね。
なかったね。なかったね、戦闘ね、うん。はい、じゃあカメラにしてください。ごめんね、みんな見てくれてたのに。わー待ちだったんだけどね。わー待ちだったのに、ごめんね。わー待ちだったんだけど、まさかわー一回もないとは俺も思わんかったの、さすがに。ですね。じゃあ、終わりますか。はい、終わります。あっという間だな。じゃあ、終わるんですけども、はい、今日の放送終了する前にですね、グランキングダムから視聴者の皆さんにお知らせがありますので資料画面ください。はい、グランキングダムから告知でございます。はい、なんだなんだ。無料で遊べるグランキングダムライト、まあ、いわゆる体験版ですね、うんうん、こちらが、11月の12日昨日ですねから配信開始となっております。うん、製品版へのセーブデータも引き継ぎ可能なので発売までの間に、やり込んでおいてもいいんじゃないかという、ものになっております。わかりました。内容的にはですねキャンペーンクエストの第1話と第2話を体験できるのと戦争を1日に1回やることができる、うんうん、そして、雇用可能クラスが4種類か、雇用できると、うんうん、で、戦争契約も4大国、どれとも契約可能となっております。ほうほうほう、という、グランキングダムライト、うん、昨日配信されたんですけれどもですね、はい、まあ、ちょっと申し訳ないことではあるんですけども、うん、嬉しい悲鳴ということで、はい、昨日早速、うん、グランキングダムライトが配信された、うん、配信されて戦争が始まるや否や、サーバーがダウンしましてですね。なんだって。はい、アクセス型によりちょっとサーバーが落ちてしまってですね。おお、じゃあ嬉しい悲鳴でもありますね。ちょっと3時間ぐらい復旧にかかってしまったということで、うんうん、大変申し訳ございませんでした。まあ今は順調に稼働しているみたいなので、はい、まあ、今後同じようなことが起こることはしばらくは多分製品版が出るまでは多分大丈夫かなとは思うんですけど、うん、安定してきてるとは思うんですけども、たくさんのアクセスありがとうございましたっていうのと、あとはそれをちょっと見越してなくてサーバーがダウンしてしまって申し訳ございませんでしたと、まあ、そういうことでございます。はい、はい、で、その、お詫びといってはあれなんですけども、うん、本来であれば1日1000しか、参加することができない戦争にですね、今日は1日3回参加できるようになっておりますので、もしもまたサーバーがダウンしてしまったりとかした時も、うん、1日1回の戦争がなくなっちゃったっていうことにならないようにちょっと回数増やしておりますので、そのあたりもちょっと、うまく使っていただいて、グランキングダムライトを楽しんでくれればと思います。はい、はい、後日その明日以降の、戦争回数についてどうなるのかに関してはまだ決まってませんので、うん、運営コメントリンク先にありますグランキングダム公式ツイッター、はい、こちらをチェックしていただいてですね、戦争回数について、注目していただければと思います。はい、フォローもよろしくね、よろしくお願いいたします。はい、という感じです。はい、今どこの国が強いんですかね。ああ、確かにまだそんなに偏ってない。バルクールが弱いらしいです。バルクールが弱いって言われるとちょっとみんなで助けたくなっちゃう気持ちがある。完全にキャラだもん。キャラのキャラデザのせいだもん絶対。バルクールに加担するメリットが社長かどうかってだけでしょ。声優さんが社長だから、声優さんが社長じゃなかったら誰も参加しない。でも強そうだけどね。いやだって絶対一番人気はここかここ、二番人気ここ時点以下。そう、やっぱみんな女の子の方がいいんだ。絶対ここかここでしょ。あー、そっか。で俺はここだ。私もね、ここかここなんだよね。でここないじゃん、ここじゃん。ないじゃんってなんで。いや、こういうの好きだよ。いや、これでね、これでね、この声でさ、マイクがこのキャラクターが、うん、粉砕玉砕大喝。